Hey guys! 皆さん、こんにちは。山 Z です。今回は成田市の最近オープンしたお店に潜入してみたいと思います。開店したばかりのお店って気になるけど情報量が少なくてちょっと不安。ですが、この動画を見た後には今すぐ駆け込みたくなる新しいお店が見つかるはずです。まず紹介するお店は濃厚でパンチの効いたスープともちもち麺の家系ラーメンがいただける家系ラーメンパンチさんになります。報道屋で働いていた店主が2023年8月26日にオープンしたお店になります。お店は成田市ウイング土屋国道408号空港通り沿い、以前は成田大正軒さんの店舗があったようです。大正軒さんの男臭い武骨な看板からクリーム色のパンチと書かれたポップな看板に衣替え。それでは店内に入ってみましょう。店内に入ってすぐ左側に目新しい食券機が用意されています。それではメニューを見てみましょう。最上段には3種類のラーメンメニュー、基本となるラーメン、ラーメンにチャーシューをトッピングしたチャーシュー麺、チャーシュー、海苔、味玉をトッピングし店名を冠したパンチラーメンが用意されています。下段には半ライス、大盛り無料のライス、赤いボタンにはつけ麺、つけチャーシュー麺が並んでいます。下段のトッピングボタンにはわかめ、メンマ、キャベツ、キクラゲ、玉ねぎなどがラインナップされています。食券を発見して今時の風貌の若い兄ちゃんに手渡します。そして麺の硬さ、味の濃さ、油の量を伝えると真っ赤なテーブルが印象的なカウンター席に案内していただきました。今回は平日の17時30分頃お邪魔しましたが、5割ほどのお客さん。その後も次々とお客さんが入店し、この店の注目度の高さが伺えます。シンプルな内装の店内には、ずらりと椅子が並ぶカウンター席と、店内奥の方にテーブル席が用意されています。カウンターの向こう側、厨房では大きな鍋でスープを炊くパンチパーマの店主。その熱気がこちらにも伝わってきます。今回注文したのはパンチラーメンと半ライス。琥珀色をしたスープにピンとした海苔、長細のチャーシューが4枚、味玉、ほうれん草がトッピングされています。半ライスにはオープン記念なのかチャーシューが乗せられています。それではスープからいただいてみたいと思います。とろみのあるスープを一口するとキレッキレの醤油にがっしりと重厚な豚骨、口の中でエネルギーが爆発したようなパンチのあるスープに仕上がっている。味の濃さと旨味のバランスについつい体が求めてしまう癖になるスープ。少し平打ち気味で短めの麺はもちもちとした食感、しっかりと濃厚なスープを持ち上げるので麺自体の風味を損なわず小麦の味をしっかりと味わうことができる。大判のチャーシューはスモークされたような香りで僕の食欲を無造作に刺激する。しっかりと噛み応えがあり、噛めば噛むほどなかなかにうまし。卓上の刻みニンニクと生姜をライスに乗せてかき込むとハッピーエンド、凶暴なほどにうまい。スープをかけるとさらに味が覚醒し、うまさが隙間なくぐいぐい押し込んでくる。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は国産牛を使った極厚ステーキが手頃な価格でいただけるという極厚タワーステーキ卸市場店さんになります。2023年7月14日成田神津の森市場内にオープンしたお店になります。視聴者さんからは以前紹介していただいたラーメン屋スターロードさんが移転、空いたテナントに極厚タワーステーキさんというお店が開店しました。ランチの人気メニューヘルシーチキンカレー大盛りステーキ肉のせをぜひ食べてみてくださいとのコメントをいただきました。お店は成田神津の森市場内、入り口を入ってすぐのサービス棟にお店があります。このサービス棟にはいくつか飲食店が集まっており、一般の方でも自由に出入りができます。以前お邪魔したつけ麺ダイニングスターロードさんの外観をそのままに極厚タワーステーキの看板に付け替えられています。それでは店内に入ってみましょう。照度が落とされた暗めの店内にはテーブル席がいくつか用意されています。飲食店にありがちなメニューの張り紙や写真などは一切なく、
白い壁が燦然と輝いています。今回は平日の12時30分頃お昼ご飯にお邪魔しましたが、1名の中年男性客、その後に常連さんだと思われる方がちらほらとやってきます。1枚のラミネートされたランチメニュー、それではメニューを見てみましょう。まずは上段からおすすめのアクアクがされ、視聴者さんからもおすすめいただいたヘルシーチキンカレー、トマトベースのカレーで普通盛りと大盛り、ステーキ肉のトッピングが選べるようです。その下にはステーキ丼、ハンバーグと続き、最下段には変わり種、シャーベット冷麺と肉寿司がラインナップされています。今回注文したのはヘルシーチキンカレーの大盛りステーキ肉のせ。白い大皿には鮮やかなオレンジ色のカレー、大盛りのライスの上には適度な焼き加減で上品さが漂うステーキ肉、スライスされたピクルスがちょこんと乗せられています。レタス、トマト、豆のサラダ、たっぷりの刻みネギが浮かぶ牛タンのスープのセットです。それではいただいてみたいと思います。一口食べるとトマトペーストのまろやかな酸味が口の中に広がり、夕暮れの穏やかな風景を思わせる。トマトの酸味と香辛料の刺激的な香りが織りなす絶妙な塩梅がたまらん。そして繊維状のチキン肉はしっとりとした食感と濃厚な旨味をもたらし、カレーに深みを与えている。極厚タワーステーキさん自慢のステーキ肉は表面をさっと焼いたレアな仕上がり。贅沢なお肉の味わいと酸味のあるカレーを邪魔しないあっさりとした味わいが折り重なる。トマト、カレー、ステーキ、ライス、味も出身地もごちゃ混ぜ、それもまた一興。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は多彩なメニューで心華やぐひとときを過ごせるカフェ花森さんになります。密かに全国展開しているフランチャイズ店のようで、2023年5月19日にオープン、千葉県内初出店になるようです。お店は成田市飯田町、神津の森駅から車で5分ほどです。日赤成田病院前交差点にほど近く、いくつかテナントが入る古びた建物を発見。入り口が少し奥まった場所にあり、気をつけていないと通り過ぎてしまいそうです。それでは店内に入ってみましょう。こじんまりとした店内には最小限の飾り付けで装飾されたシンプルな内装、白い壁が光を反射し明るく開放的な雰囲気を醸し出しています。今回は日曜日の13時頃お昼ご飯にお邪魔しましたが、テーブル席に4名の女性グループ、カウンター席に2名の女性客、それぞれ成田のマダムたちはおしゃべりに花を咲かせ、にぎわいのある店内です。それではメニューを見てみましょう。朝昼夜を選ばない美味しさが花森流。朝の時間帯モーニングには好きな具材を選んでオリジナルのホットドッグを作れるカスタムドッグがおすすめ。お昼には豊富なフードメニューが用意され、喫茶店のナポリタン、濃厚明太カルボナーラスパゲティなどのパスタ類、ローストポークのハヤシライス、アボカドロコモコ、ガーリックシュリンプのプレート類、カニクリームコロッケ、サバの味噌煮、カキフライ、アジフライなどの定食も用意され、食べ応えのあるランチがいただけそうです。夜はバルとしても利用できるようにアルコールが進むアヒージョやスキレットメニューがあるようです。そして花森さんの名物であるわらび餅シリーズは、とろっと食感のわらび餅、溶ける柔らかさを追求した飲むわらび餅、わらび餅をふんだんに使った祇園パフェがラインナップされています。カスタムドッグご飯メニューはセットにすることも可能で、ドリンクがセットになった A セット、ドリンクとサラダがセットになった B セット、ドリンクとデザートがセットになった C セットが用意されています。ページをめくると成田飯田町店オリジナルメニューが並び、撮ってつけたような写真とともに紹介されています。さらにシェフお任せのメイン、ドリンク、小鉢がセットになった日替わりお任せサービスランチというものもあり、僕を悩ませます。今日はアジフライ定食とのことで、胃袋の意見を尊重して決めたいと思います。今回注文したのは喫茶店のナポリタン C セット。白い楕円形のお皿には鮮やかな赤色のケチャップベースのソースがパスタを覆い、ソーセージ、玉ねぎ、ピーマン、粉チーズ、バジルはカラフルでビビッドな色合い。それではいただいてみたいと思います。
赤く輝くケチャップソースがその鮮やかな色彩でスパゲティを包み込み、トマトの甘みと酸味、それを引き立てる塩味が調和し、大人も喜ぶケチャップ味。そしてたっぷりソーセージのプリッとした食感と芳醇な香りが口内に広がるとともに、シャキシャキとした玉ねぎの歯ごたえが癖になる。しばらくすると花森さん名物のわらび餅が登場。たっぷりときな粉がかかったわらび餅にたっぷりと黒蜜をかけて、それでは改めていただいてみたいと思います。静かな桜の花が春風にそよぐ。わらび餅をフォークで持ち上げるととろりと崩れてしまう柔らかさ、それはまるで花弁のように繊細で、その優しい美味しさが心に溶け込む花森のひととき。わらび餅の香りは桜の花びらのように儚く、その一口一口が清々しい春の詩のような響きを持っている。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は濃厚すぎる絶品タンメンがいただけるラーメン一楽さんになります。群馬の名店極濃タンメン二つ目さんの系列店が2023年1月31日にオープン、千葉県内初出店のようです。お店は成田市東野台、成田空港から国道51号を車でひたすら走り続けて30分ほど、夕暮れ時、白明の空がどこまでも見える田舎の景色の中に神々しくライトアップされた極濃タンメン一楽の看板を発見。それでは店内に入ってみましょう。簡素なテーブルと椅子が置かれた店内には、広々としたテーブル席と店内奥の方にこじんまりとしたカウンター席が用意されています。今回は祝日の16時30分頃お邪魔しましたが、店内6割から7割ほどのお客さん、男臭いラーメン屋と比べると家族連れ、女性比率高めです。帰り際にはお店の外で行列を作るくらい話題のお店のようです。それではメニューを見てみましょう。看板メニューのタンメンは7種類。濃厚豚骨と鶏ガラスープの濃厚タンメン。昔ながらのあっさり塩味の塩タンメン。中国山椒を効かせたピリ辛濃厚な辛いタンメン。辛みのある自家製味噌を使ったラージョ味噌タンメン。炒め野菜とトマトスープのヘルシーな一品、濃厚トマトラーメン。自家製カレーを使った濃厚カレータンメン。タンメンのつけ麺バージョン、盛りタンメンがラインナップ。その下には中国版とんかつパイコーをトッピングした各種タンメン、右上にはタンメンと一緒に注文したい唐揚げセット、餃子セット、カレーセットが並びます。他のお客さんの注文を聞いていると、基本の濃厚タンメンが人気のようです。今回注文したのは中国版とんかつを乗せたパイコータンメンと餃子セット。白い丼には見るからに濃厚そうな白濁とした完全濃厚スープ、たっぷりのもやしなどの野菜も香ばしく焼き上がっている。そして中央には中国版とんかつパイコーが乗せられ、この迫力、何この威圧感。自家製の餃子は四角形の棒餃子タイプ、パリッと焼き目が俺の食欲を刺激する。それでは完全濃厚スープからいただいてみたいと思います。見た目通りのクリーミーさと鶏や豚の動物感が合わさったとにかく美味しいスープ。たっぷりの野菜たちは香ばしい香りにシャキシャキとした食感が絶妙に残っている。バシッと味が決まっていて、これだけでメニューになるほど完成されている。これでライスをかき込めばわんぱくな幸福感が口の中に広がる。中国版とんかつパイコーは衣がカリッと、お肉はジューシー、カレー風味の味付けが中国や東南アジアを思わせるエスニックさがある。野菜の中から現れた太麺はもちっと感もありながら、芯の歯ごたえは心地よく、濃厚クリーミーなスープを吸い上げる。棒状の餃子は焼き面が広くてカリカリと中はジューシーに仕上がっている。この濃厚タンメンに合わせるなら酢胡椒でさっぱりと。成田の辺境に恐るべし群馬の刺客現る。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。次に紹介するお店は2022年12月成田駅前にオープンした食事甘味処宗庵さんになります。視聴者さんからは、最近気になりながらも入れないお店があります。
京成成田駅西口ひっぱりだこさんの近くでオープンされた草庵というお店です。その周辺に行かれましたらレポートをお願いしたいですとの調査依頼コメントをいただきました。お店は京成成田駅西口から徒歩1分の場所。視聴者さんのコメント通り、みんな大好きひっぱりだこさんの並びにお店があります。シンプルで控えめな外観と草庵の緑色の看板が掲げられています。それでは店内に入ってみましょう。店内に入ると濃い緑色のエプロンを着た女性店主がお出迎え。店内中央には木が置かれ、それを取り囲むようにテーブル席、壁際にカウンター席が用意されています。木を使った柔らかいイメージで、カフェと蕎麦屋7対3の割合の空気感を持ち、店主の何かしらの意図をそこはかとなく感じます。今回は平日の12時頃お昼ご飯にお邪魔しましたが、お客さんはおらず貸し切り状態。窓際のテーブル席に腰掛け、成田駅前を行き交う人々をぼんやりと眺めます。ラミネートされた1枚の夏のお品書き。それではメニューを見てみましょう。函館に行こう塩ラーメン、手延べまさりぶっかけうどん、ネーミングが騒がしい麺類、下段にはイタリアンハンバーグ、カレーハンバーグ、和風ハンバーグのハンバーグゾーンが、裏面には国産とんかつ定食、広島産大粒かきフライ定食、楽しい揚げ野菜カレー、国産ロースカツカレーが用意されています。本日のお得なランチメニューはハムカツとカレーコロッケの盛り合わせ。限定5食の文字は僕の希少性への欲求を刺激します。今回注文したのは本日のお得なランチ、フライの盛り合わせ。木製のお盆の上にお行儀よく並べられたライス、味噌汁、お新香、フライの盛り合わせ。メニューの説明にはなかったカキフライ、それに覆いかぶさるようにカレーコロッケ、そしてピンク色の分厚いハムが顔を覗かせるハムカツが鎮座しています。それではハムカツからいただいてみたいと思います。分厚いハムカツの外側はカリッとした衣が太陽の微笑みを受けて黄金色に輝き、まるで冒険の扉を開けるような期待感を抱かせる。そして柔らかなハムの奥底から広がるジューシーさは、まるで自然の音楽のように耳をくすぐり心を満たす。ソースが絡みつき、甘辛い旋律が口の中で踊り、幸福感が溢れ出す。カレーコロッケを一口噛みしめれば、中から溢れ出るカレーの香りは夕暮れの森に立ち込める秋の花々のよう。熱々のジャガイモは心地よい辛さと甘さの対話で心を満たし舌を魅了する。カキフライは口内に海の香りが広がり、波のように押し寄せてくる。たっぷりのタルタルソースはまろやかなコクと酸味が調和し、海の宝石を包み込むような輝きを放つ。それでは最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。ということで今回は成田市の最近オープンしたお店に潜入してみました。開店したばかりのお店って気になるけど情報量が少なくてちょっと不安になりますが、この動画を参考に足を運ぶきっかけになったら嬉しいです。他にも最近オープンしたお店やオープン予定のお店がありましたらコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。